はい、こんにちは。こんにちは。サロンコーツのこうちゃんです。まーちゃんです。しーちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日、はい、コープレゼンツ第4弾でございますね。パート2ということで、はい、意思疎通ゲームです。前にやったやつ。前にやったやつですね。コープレゼンツっていうか、コーフレンズ。コーフレンズするんですよね。また作ってくれたってこと。また作ってくれましたね。優しい。ただ一般常識に近いって言ってたから。今回は。終わりだよ。おバカちゃんが呼ばれちゃうやつ。じゃあこれではっきりすると思う。三文字で共通のことを答える。そうそうそうです。冬に。こたつで食べる食べ物はって言われた時に、うんうん、まあみかんが答えだとするじゃないですか、うん、でどれだけ同じ答えが出せるかってことそういうことでございます。なるほどね。じゃあいきます、はい、第1問、哺乳類に分類される海の生き物は何？何個かあるけど、その中で自分が思い描いてるものが揃えばいいってことよね。いっぱいいるよね、哺乳類。いっぱいいる。ある？え？いっぱいいる？え、いるよね。え、だって哺乳類以外で、逆に魚以外ってこと？うん、いっぱいいるか。いっぱいいるよね。いっぱいいるんだ。常識的って言ってた。わかんない、俺は常識的にあれだよ。必死。え、わかる。必死すぎない。俺はでも一つしかない。私も一つしかない。え、どっちする？かわいいやつでいきます。いっせーのせいるな。クジラ？クジラ。イルカって哺乳類？哺乳類だよ。哺乳類なんだ。あ、そうだね。イルカは哺乳類なんだよ。ごめんなさい。じゃあ。これはちょっとしょうがない。ちょっとはい。難しいね。ごめんなさい。チクチク。シレメロスを書いた小説は誰でしょうか。まーちゃんが一番難しいんじゃない感じ。多分そう、あ、合ってると思う。書けない感じ。じゃあひらがなでいい。うん。じゃあいく？はい。せーの、せー、おさむ。あー、危ない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 。これさ、3文字だっていうのは結構ヒントだよ。ヒントだね、そうだね。何今の、怖い。第3問、面積が一番小さい都道府県はどこでしょうか。ああ、これは小学校で習ったよね。習ったよね。でも俺あれだよね、別に考える必要ないです。3文字だって、船ならうんじゃん。あ、そういうこと。県まで、県まででしょ。あ、どっちにする？あ、じゃあ勝手に漢字で県まで書く？県までにするか、ひらがなでも。まあ県なしでひらがな3文字です。にしようか。じゃあそうする。オッケー。わかんない。どうしたどうした。わかんない子が一人いるよ。私と思ってたやつと違った今。で、ひらがな。あれじゃない。ひらがな。ひらがなで県なしで。オッケーオッケー。ひらがなで県なしで3文字。そう。むしろ結構ヒント与えてるよね。うん。え、これじゃなかったっけ？漢字でしたもん。あ、でも、ワンちゃん合ってんじゃん。今のこの書いてる感じ。なんか俺も合ってるよ。合ってる感じするよ。はい。じゃあ行く。はい、行きます。いっせーの、せっか。わ、おー、香川県ですね。マジで安心してるじゃん。はい、第4問、最高気温が30度に達した日を何というでしょうか。まあこれはニュース見てれば多分結構、あ、この日はなんとかなんとかですっていう。え、もういいよ。はい、行こう。いっせーのせーも、うな、だからつ。ん？真夏？真夏。真夏日ってこと？猛暑日ってのが35っていうイメージ。全然意味が違うんだ。確か。あ、真夏日の上が猛暑日。猛暑日、猛暑日。そうそうそう。はい、第5問。
19世紀とは西暦何百年からでしょうか。こういう答えだと分かりやすいよね。ここ答えればいいからさ。私も逆に楽でしょ。多分ここだと思う。うん、これ計算して、計算して、できるよねこれ。うん、できるできる。多分ここが簡単の、一番多分簡単だと思う。今21世紀。うん。大丈夫だよ。大丈夫だよ。ごめん、間違ってた。ごめん、私本当に苦手なんだ。いや、多分ここが多分一番難しいと思う。でも2021年だよね。そうだね。まーちゃんむずない。だからここが多分まーちゃんが一番むずい。はい、じゃあいきます。せーの、1、8、0。ということは1801のね、うん、はい、ここでいきます。お、正解です。そうだよね、21世紀が始まったかなって。そう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 、見てこの人の計算。あー、よかった。なるほどね。ってことは3問。結構いいんじゃない。前回も3問だって勝った気がする。すごい頭使った朝一で。朝一で計算したから。計算もしたし、なんか剣も分からない。そうそうそう。YouTube でバーチャルよくひねり出したよ。焦り半端なかった。今日の実験者と焦ってる。うんうんみたいな話してるような。ちょっと置いていかないでと。はい、はい、ちょっと次回もじゃあ作ってくれることを祈りながら期待しつつ、はいはい、楽しみにしてます。はい、はい、サムコーツは一緒に働いてくれる常務生さんを募集してます。ちょっとでも気になった方、興味がある方は概要欄のホームページまでお問い合わせください。はい、まーちゃんの顔、困った顔が見たいと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ、バイバイ。